はい、ということでね、私の片付けがついに完成しました。ということでね、お部屋が一気に綺麗になったので紹介していきたいと思います。はい、ママに怒られてね、一生懸命お片付けをしたそうです。ちょっと待って、あの辺汚いけど、まあどこ汚いの？まあ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 ね、見た目綺麗になればいいんですよ。はい、ということで、じゃあ見てください。じゃじゃーん、これ全部映んないね、一気にね。床もまあちょっとコンセントはね、ちょっと今しょうがないんですけど、コンセントどうにかしてこんな感じで、だいぶ綺麗になってる。こっちから行こうか、うん、こんな感じです。で、こっちに移動してこんな感じですね。はいはい、あ、ちょっと今日しらんからんしらん、かわいいね、かわいい、あかわいいコロン登場、コロンね、しらんしらんしらん、おいで、しらん、来週ね、トリミングなんでちょっと今もしゃもしゃなんですけどね。そうですね、もしゃもしゃもかわいいです。もうかわいい、白のほんと何でも似合うね、かわいい、うん、はい、じゃあちょっとね、白黒ちゃん今家にいるんですけど、はい、じゃあちょっと順番に端からちょっとさっと見ていきましょうか。はい、まず端ですね。まあちょっとこのテーブルはね、置く場所がまあ畳んでね、ソファーの下に入れてる時もあるし、うん、さっきちょっと撮影したんでね、出しっぱなしからんですです。まああとこの壁ら辺はね、全然変わってないです。あ、シロンです映りに来たんで、今ソファーにしてますね、はい、ベッドにもなるんですけど、今ソファーにしてます。なぜかここに漫画本が一冊、さっき出ましたで、おにぎりさんのクッションがあって、あ、なんかここにタオルかけたんですか？かけました、窓際にね。はい、でも可愛くない？ゆうじとのばらちゃん、のばらちゃんですね。で、こっち側のばらちゃんが最近やばい、本当にのばらちゃん好き、のばらちゃんが好きすぎ、はい、で、ここに、まあ、メイクワゴンが、まあ、汚いですけど、はい、こんな感じで、はい、はい、じゃあ机行きましょうか。机がこんな感じになりました、はい、ちょっと顔はすっきりしたんじゃない？ちょっと変わったし、こっち側全然ね、なくなったもんね。まだね、このパソコンとか、うんうん、このポーチ類とかね、うん、これはね、まだ片付けてて、うん、そうだね、まだこれとかね、どこに置くかね、まだ迷ってるんですけど、ケースだけになってますね。はい、またこれ使いたいなと思ってて、うん、あとポーチね、ポーチで、これホワイトボードがこうなりましたね。はい、こうなりました、はい、こう飾りたかったんですよ。そうね、これね、この前すごかったもんね、ビヨンビヨンって、あ、ここにかかってたのか、そうこっちもビヨンビヨンってなったもんね。そう両面テープで貼り付けたそうです。だからね、もうこれほんと取りやすくてね。そうだね、だからこの前手首切った。え、なんで当たっちゃったの手首？あ、もう治ってきたけど。あ、確かに朝ね、やってたね。そう、朝ここでここにさ、角にシュッて切っちゃって、うんうん、痛い、はい、手首って危ないらしいよね。確かに。で、ここに時計を置いて下に、あ、これね、このカゴ、はい、このままセリアで買ったんだっけ。はい、セリアで買いました。で、正面もほんとこの辺もね、うん、みんな100均、そうだね、そうだし、そうこれもワッツっていうなんか100均です。そうこれもダイソーだよね。そうだね。で、これらはニトリだっけ。どれ？あ、そうそう、その緑だけはママがニトリで買ったのをしほちゃんのとこに置いてます。で、これは無印で、それは無印、これは100均。そうで、これとこれとこれも100均でしょ。そうで、これ2つも100均です。あ、そうモノトーンにね、そうするときに買った缶に、やっとなんか入れたの？入れました、やっと。見せてください、前なんか入ってなかったよね。まず、おお、大丈夫？これまだね、何入れるか考えてるんですよ。あ、1つね、一つ余ってて、これです、これ。あ、一つちゃんとやっと白黒の写真が入りました。これは両面テープで留めました。はい。で、まずこっち行きますね。はい。まずね、白い方は飴が入ってます。うん、もう、のど飴と、このパイン飴が入ってます。おお、なるほど。私が好きな飴です。はい。で、こっちには、はい。チョコが入ってます。
あ、これコストコで買ったやつ。これだから宿題とかしてる時に、うんうんうん、これがこれを必ず舐めたり食べたりするんですよ、うん、なるほど。そうすると頭が活性化して、はい、早くなるんですよ、私の理屈では。はい、はい、そうですね。だからよく飴舐めてます。チョコはあんま食べないんですけど、うんうん、なんかお菓子っていうお菓子はあんま食べなくて私、はい、でこんな感じで、はい、モノトーン調にね、いい感じに、はい、これ結局何も入れなかったの、この方みたいな。まだ入れてないんですか。この中にも一応なんかいろいろね入るんですけどね、まだ何も入れてないです。考え中だそうです。だからね、ここにね、もう一個入るんですよ。そうね、もう一冊入りそうで、この前見に行ったんだけど入荷されてなかったんだよね。なかったですよね。残念でした。だからこれとこれどうにかして、うん、パソコンもね、パパとね、あ、そうそうそう、パソコンね、ちょっとまたね、来たので、はい、ちょっと前のが本当にもう壊れてて、そうそう、前の壊れてて全然キーボードが使えなくて、これを指してね、そう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 、やったぐらいで、もう重くて動かないんだよね。20分ぐらいね、ダウンロードとかかかって、そうそうそう、このね、この起動するまで20分とか普通にかかってたんで、これをパパにね言ってないんですけど、そしたらなんか運よくなんか ね、使わないパソコンがあって一つね、そうそう、まだちょっと何もいじってないから使い方とかまだ全然しおちゃんパスワードも知らないんですけど、ついにパソコンがあるからあげるみたいなことでね、そうそうそう、ありがとうってなって、ついにね、あの、はい、編集デビューも間近な予感でございます。できるんでしょうか、編集教えてください。しおちゃんがねやってくれれば本当に助かるんですよ。今度ね、だからでもさ、しほちゃんはやっぱ機械に強いし、スマホとかも操作とかもすごいし、だからね、もう一回覚えちゃったらもうママより早いと思うんで、こんな機械音痴なママが毎日一生懸命編集してるよりかは、しほちゃんがさらっとやった方が多分一瞬で終わりそうな気がしてね、はい、ならないんですけど、まあね、春休みももう始まるんで、はい、ね、ちょっとずつね覚えていけたらいいかなと、はい、思います、いう感じです。はい、はい、これは、あ、これはあのちょっとプラ版をね、あ、作ろうかと思って、これですね、はい、これはのばらちゃんです。あ、しのぶちゃんもいる。このしのぶさんを作ろうと思って。あ、そっか、お友達が好きなんだよね。友達が好きでね、うんうん、なんかそう、最後になんか友達が好きなもので、うん、プラ版作ってあげようかなと思って、うんうん、いいと思います。友達が好きなんで、はい、はい、ね、あの前なんかそう作った、そう、もらったんだよね、しおちゃんね、そう、もらって、でね、あのカナワバージョンを作ってたのよ、うんうんうん、マジでいっぱいカナワを作ってて、うんうん、あ、しのぶさんもいけるかなと思って、はい、挑戦ですね。のばらちゃんはただのにかっこよかったんで、うん、印刷してきました。ただ自分が好きなだけですね。はい、はい、じゃあ、あとこっち側も何も今置いてないですね、まあ、はい、鉛筆削り機はしょうがないね、あと1年間ね、はい、はい、あと1年間で、スマホの充電したのが置いて、はい、なんだここは、あ、やっぱティッシュが、ティッシュとこれあの無印で買えるお水です。でもこれなんか最近無印でいかなすぎて、うん、まず外出しないすぎ、外出をしなさすぎて、はい、出番がないんですよ。この水、そうね、でも一応モノトーンだからその辺置いといても絵にはなるけどね、なんか家で使おうかなと思って最近迷ってるんですよ、ね、でもせっかくボトル買ったからね、無印も一回行きたいよね、もらいに、もらえんだっけ、そう、もらえるの、そうだよね、そうなんです、まあいいや、はい、じゃあ次さらっと横も見ときます。この辺は変わってないかな、変わってないね。で、ここがあれだよね、この前セリアで買った、あ、そうそうそう、棚を置いて、奥もね、奥も置いてます、奥も置いてます、あとでちょっと裏側もあります、はい、で、こっち側はで、またこれ買ったやつね、これなんだっけ、 IKEA で買った棚、あ、そう、IKEA で買ったか、これはずっと前からあるよね、やばい、私最近噛みすぎてやばい。IKEA で買った棚、そうですね、で、こっちがもう、またセリアで買ったね、うん、ここはなんかパソコンとか、そうそう、マウスとか入ってるのかな、とマウスとスピーカーとか、あ、スピーカーが入ってるのね、入ってますね、はい、ここにパソコンとかをかざしてたのかな、そう、かざしてたんだけど今ちょっとね、ちょっと出しちゃって、そうだね、どうしようかな、ここは引き出し開けてもいいの、いいよ、じゃあちょっと見ましょうか。汚な、ね、まず懐かしいんだけどこのニベア。いきなり出てきてびっくりしたんだけど、懐かしいじゃん、これ懐かしい、こっちで拾ったんだね、なんかね、うん、飾ろうと思ったんだけど飾る場所がなさすぎて今困ってんの、あ、これね、これどっち置いとっても可愛いよね、あの右のとことかに可愛いよね、可愛いと、うん、その塩、盛り塩をさ
もう森中に入れちゃう。そう、うちなんか一応ね森中をしてて、まあ、意味ないかもしれないんですけど、うん、可愛いんだよね。どっかに置きたい。ほら可愛くない、超可愛いと思って。じゃあそこに置いといたら、もっと右に。うん、そこに置いとくだけでも可愛いんじゃない。とりあえず置いといてもいいし、ね、他にもね可愛い雑貨がね、私うちいっぱいあるんですよ。あれ確かにいっぱいあるんです、雑貨が、可愛い雑貨が。お雑貨入れだよね。お雑貨入れでね、ほら可愛い雑貨がね、このママが買ってきたんですよ。そう、これいっぱいあるんですよ。 S 模様替えし放題だね。そうなの、模様替えし放題で。緑が可愛そう、ママが引き取ろうか。いいの、あら。ママの緑だからね、また今度模様替えするときに使おうかな。確かに。で、2段目は、はい、チョコと、チョコと、うん、あの、ひまちゃんからもらったね、あー懐かしい、うんちのおもちゃです、これ、はい、こいしょ、こうやって歩くの。はい、あとね、本棚のあれ、あれです、あれと、これね、また時期ね、本がもしかしたら使うかもしれないしね。あとね、一応ライト、あー、ライト、なるほど。これ充電しないとさ、やばいよね。あんまり最近でも使わなくなっちゃったね。ね、はい、以上です。だからね、こっち側はまだ入ってないのね。そうね、まだ何入れようかなと思ってます。はい、3段目は空にしといてます。はい、3段目は あのテストのプリントとかを、そうね、今日っていうか整理した時いっぱいだったもんね。はい、全部満パンでした。ここテストとかプリントとかが5年生の1年間で使ったやつね。はい、今度6年生になったらまたここに、なんか、そう、また6年生のテストとかプリントとかをこう、ダダダダダダダって入れる感じです。はい、以上です。はい、ここは見ていいんですか。いいよ。まずこの花の冠ね、これかわいいでしょ、100均で買ったの。かわいい、かわいいよね。で、何入ってんの。あー、鏡とかね。鏡とちりとり、ちりとりとゴムが入ってます。なるほど。で、下がカチューシャ。おー、なるほど、カチューシャここに入ってるんですね。本当に、うん、こういう感じです。こういう感じです、ね、はい。で、この上はもうね、これあの前紹介したもんね。で、上になんか、うん、友達にあげようと思ったんだけどね、なかなか使わないイヤリングたち。そうだからね、使わなすぎて暇すぎてラッピングしちゃったんだけど、うん、そう、前したね。もしね、うん、ラッピング、ラッピングしたんだけど、うんうん、みんななんかいらなそう、なんか。あ、これ買ったよね、まだ5年生だからね。そうなの、あなたが早いだけでね。そうなの。なんか白コロちゃんがまったりしてて可愛いね。可愛い。私の部屋でゆっくりしてていいから。もうちょっと待っててね。なんだよ、白コロラブすぎてね。いつも甘々ですね。可愛い。あぶってしてる、可愛い。可愛いな、コロちゃん。キロン、どこ行くの、ダメや。はい、じゃあちょっとね、もうちょっと行きますか、はい、ちょっと奥入れますか、ここ入れません。ということで、はい、こっち側紹介しますね、はい、ちょっとね、狭いのでごめんなさい、ちょっと見づらいかもしれないんですけど、はい、じゃあこっち側、こっち側はね、棚、あ、そうですね、はい、まず加湿器、加湿器はもう使わないんで、はい、ここに置いて、でね、この中はペンです。はい、三色マーカーとかで使ったペンがあります、はい、結構満パンだよね。満パン、これ全部ペンなの。そう、全部ペンだよ。ちょっと分かりづらいけど、下まで下までペンなんですよ、これでね、ここは漢字辞典と国語辞典、なんかはみ出てるけどいいんですね、これはこれはもう仕方ないです。はい、はい、なんで、はい、で、はい、下があのポーチとかですね。あー、なるほど、これあれだよね、なんか、はい、お正月に福袋かなんかで買った。そうなんです、福袋でね、そう、福袋の袋をそのまま再利用と。はい、だとなんかね、ここに成田さんのね、あー、ね、もらったあるんですよ。これはなんか、まあ、まあ、とりあえず置いてるってことですね。はい、もらっちゃったんで、うん、だとなぜか折りたたみ傘2本。これ学校持ってってる、わかんない。わかんないって、まあいいや。はい、次、これはね、うん、聞いてください、ここにね、緑がついてたんですけど、取れちゃったんだ。取れちゃいました。懐かしいね、これね、リミがオレンジでしーちゃんがピンク、昔雑貨屋さんで買ったよね。で、これは小さい時からよくあるやつ。そう、パパがチポってつけてる。そうそう、私に似てるとか言って、そうそう、しーちゃんにそっくりって言って、パパちゃんの頃の私にそっくりとか言ってさ、で、チポって名前をつけてさ、ひどいよね。
ちょっとひどくない？なんか似てるとか、これに似てる、似てたからとか言われるとなんかちょっとやだね。これに似て、あ、チポって名前をつけて、シホとチポなんですよ。そう。まあいいでしょう。まあいいでしょう。いつまでもね、いてください。はい、はい、じゃあ最後は？ここはね、もう、ここは、うん、そう、ほら、その、本棚だ。本棚、本入れ。本入れですね。まあ、はい。のぞのぞとかね、ディズニーシートランドのね、2019番、はい、私がお誕生日の時に行った時の、あと、これが料理の本ですね。もう料理の本持ってるのね。あ、お菓子のね。お菓子のやつ。あ、買ったね。懐かしい。はい。はい。で、ビレ版で買いました。で、こっちは、ファイルと、ファイル、すごいファイル、全部ファイル、ここ全部ファイル。おで、これはね、これ本屋で買ったんですよ。なぜ僕、なぜ、あ、ごめんなさい。なぜ僕らは働くのかっていうね。なぜ僕らは働くのか。こんな本買ったっけ？買いました。本屋で買いました。マジ？読んだの？全部読んだよこれ。ためになった？うん。うん。なんか薄い運だね。まだ早いんじゃない？それ読むの。そうだから本、本棚に入んなかったので。え、ちょっと待って。何それ？え、ファイル。あ、パリパリ？いや、折れてんだけど。やばいやばいやばい。まあまあまあ。何のファイル？フリフラ。あ、フリフラね。買ったじゃん。やばい、懐かしい。プリパラ？プリパラの下敷きがあったんだけど。懐かしい。やっぱ懐かしすぎる。プリパラでーす。え、これさ、絶対さ、私たちの世代の人絶対見てるよね。そうかな。アイカツとプリパラは絶対見てる。絶対、絶対見てる。でもほら、見てない人もいそうだけど。マジで？見てない人までいいの？プリキュアは見てるかもしれないけど、プリパラは分かんないよね。あ、今日とはプリキュアね、なんか見逃したんだ。寝坊したんでしょ。なんでしょ。8時40分に起きて今日、うん、やっべ、もうプリパラ、あ、プリキュア始まってると思って。プリキュア見てんの今頃。ちょっと見てんの。まあそんなもんかな。そんなもんだね。うん、あとはね、ノートとかね。はい、ノートとかね。はい、はい。で、次じゃあ奥。あ、コロンが動き出した。はい、じゃあ奥行きましょうか。はい、じゃあこっち側でーす、はい。こういうちょっと見づらいんですけど、なんて言うんだろう。ランドセルが置いてあって、で、ここのなんか細いとこにこう、なんて言うの、収納ワゴンみたいなのが、こう縦に置けば分かりやすいかな。こんな感じで、ちょっと分かりづらいんですけど、はい、収納ワゴンが、はい、を入れてあって棚のに、あ、そう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 、お、大丈夫、危ないよ、今片手なんですよ、大丈夫。で、ここにこうなんか勉強道具とかがドバッとくて、あとこの辺が習字道具とか、名前です、ここ。そうで、下も下は習字です。習字、書き初めとかのね、はい、学校用品が詰まってると。じゃあ戻しましょう、はい、で、奥にね、日課表があって、で、奥に日課表があって、なぜか黒板があるんですよ。本当だ、使ってないけど。なるほど。まずチョークすらないんで。で、ちょっと今手で隠してるけど、これね、ピアニカ。ピアニカですね。で、ここでいつもこの時間割表とかを見たりして、ここでこう変えるんでしょ。でも時間割通りじゃないんです。あ、そうかそうか。でも、はい、でも一応ここでランドセルの中身を変えたりしてるんでしょ、はい、ここでして、で、こことかも、うん、何も大丈夫かな。あ、大丈夫そうだね。リコーダーとか絵の具とか、うん、筆箱がいっぱい詰まって、うん、汚いけどすいません。ここもね、なんか、あ、見える、見えるわ、あれは見える、ま、ね、モザイクするから、これはね、雑巾のね、うん、変え、あ、雑巾と、この雑巾とね、うん、雑巾のあ、洗濯バサミね、と、あと粘土と、あと裁縫セット、あ、裁縫セットね、あとね、まあ、とりあえず学校で使うものが、入ってます。なので、ここの棚は全部学校セットでこう、うまく、はい、うまく収まってまーす、はい。でもね、だからね、これからね、うん、明日がもう、うん、引き出しとか持って帰ってくるんで、うん、そうするとどこに置くかっていうのが問題だよね。まあでもやっぱこの辺に置くしかないね、このランドセルの下とか。ね、置くしかないから。とりあえずはここに置くしか。だからね、はい、しほちゃんの机って学校のもの全然ないじゃんと思うかも、思ってる人も多分中にはいるんですけど、ここに全部収まってます。この棚のこの一角が全部学校セットでこう
ちゃんとねあるのでご心配なく、はい、一応ここに教科書とかノートとかもね、はい、あるので、あとはもう多分ランドセルの中に入れっぱなしだと思います。入れっぱなしです、はい、入れっぱなしと、あとまだね、まだ学校に置きっぱだよね、置きっぱであるんですよ、 うちの学校学校に置きっぱありで、そうだね、学校に置いてます、はい、なのでね、全く勉強してないっていうわけではないんで安心してくださいむしろリミより勉強してる方なんで安心してください、ね、あ、すごい光が、はい、ということでね、はい、このちょっと今電気つけてたんでリングライトが邪魔ですけど、ここのあまりここ紹介したことなかったんじゃない、このね、ここ紹介したことない、この細い道何があるのみたいなね、ね、はい、久々になんか行った気がします、はい、であとはもうね本棚ですね、ちょっと本棚がこの前紹介した本棚がそのままあって、はい、であとちょっと今これ脇にあったやつ今出しちゃったんですけど、はい、であとこれ初公開じゃない、初公開、本当は公開したくなかった、本当は公開したくなかった、ママの部屋にあった前スクイーズとかをねかけてた、はい、このワイヤーネットに、そうそう、網にね、そう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 、グッズを飾ってみたんですよ、そう、しほちゃんの部屋に持ってきて、はい、飾りました、ひ、なんかひ、なんかね、うん、周りどうしようかな、そう、これはヒロアカだね、はい、で、こっちはまだね、決まってないそうです、あのね、だから飾ってるじゃん、 うん、何のグッズ飾ろうってこうファイルから出すじゃん、うん、意外とトドロキくんのグッズを持ってた、私だ、これがトドロキ、そうで、意外とデクくんのね、うん、グッズがなくて、確かに、あ、デクくんは これだけなのね、これしかなくてあ、他にもね、あの、うん、カードたくさんあるんだけど、カードしかなくて、あ、これもね、トドロキくんバージョンとか、うん、トドロキくんのグッズがいっぱいあって、うん、で、ちなみにこのなんか止めている、なんていうの、クリップみたいなやつはセリアですね、はい、で、この缶バッジが入ってるこのなんていうの、これこの枠っていうのかな、枠、これもセリアで100均です、はい、で、この上の花は、はい、ママが昔あのダイソーで買ってスクイーズを飾ってた時につけてた花をそのまま持ってきたので、はいはい、もう何年前のやつ、これ4年か3年ぐらい前のやつがここにあります、はい、で、ここはね、うん、まだ考え中だね、はい、で、ここもね、考え中です、そうだね、これまだね、そう、これ言ってないんですよ、買ったばっかりの時はこういう感じで、そう、なんかこんな感じで入るよみたいな絵本がねついてるんですけど、はい、誰も飾ろうか、そうね、で、ね、こんな感じかな、あとはもう、ね、テレビ台もこの前と一緒だし、ごめん、今ちょっと飾って、あ、ちょっとこれあの教科書とか縛りました、ちゃんと、はい、で、この辺は一緒だよね、で、あとこの辺にちょっとグッズがあるからですね、グッズが、何、はい、缶バッジとかの収納したやつ、はい、これも動画にしたよね、確かしたっけ、したと思います、これも、はい、以上ですね、以上かな、はい、こんな感じで、ひなちゃんおいで、お部屋をね、今一周してみました、はい、ということで、はい、どうでしたでしょうか、くるん、ね、片付いたんじゃないかなと思いますそうね、全体があんま映せないけど、まあこんな感じでね、はい、綺麗になったんじゃないでしょうか、はい、ということで、はい、今回はね、はい、綺麗になった私の部屋を、はい、紹介してみました、はい、ということで、それではバイバーイ、あの本当にこの動画ね、友達とかも見てるんで、こういうのをね紹介したくなかったんです、あー確かに僕紹介しちゃったね、やばいね、聞かれるかな、まあ大丈夫大丈夫、私は、うん、好きって言ってるからね、大丈夫だよね、そうよ、そうだよね、もう好きって言ってるから、はい、見せたくなかったんです、本当は、本当はだよ、本当はね、うんうん、でもまた変わるかもしれないんで、とりあえず今の時点でのお部屋ですね、あのね、あのね、うん、惹かれるかなと思って、あー、まあ今更じゃない、だってアニメ、あのさ、うん、漫画とかもさ、本当に印象悪いじゃん、そうなの、あ、かわいい、しろんちゃん、しろんちゃんが降りれないから、しろんちゃんも降りよっか、クレンは降りれんだよね、自分でな、しろん多分降りれないんだよね、クレン自分で登れるし、自分で、うん、しろんは無理なんだよね、そう、しろんちゃん短足だからできないんだよね、なあやっとって、はい、あ、怒った、はいはいはい、お待たせ、バイバーイ